ロブ長のスパイは高橋さんだと思う。そうかな、一度プロジェクトから外されたのに、ロブ長のリクエストでまた戻ってくるなんてありえないし、きっと二人の間に取引があったに違いない。でも美咲ちゃんはそんなことするような人じゃ。月は甘いよ。スパイってそんなことするような人じゃない人がするんだからね。もし仮に美咲ちゃんがスパイだとしてどうするの？きっとまた何かしらプロジェクトの邪魔を仕掛けてくるはず。そうならないために昨日の双葉みたいに先手を打たないと。分かった。でも美咲さんがスパイかどうかは私に調べさせて。うん、いいけどどうやって調べるの？ DD 社にはこういう時のために役に立つ人がいるから。ね、ん？これ覚えてる？まだ持ってたんだ。うん。ずっとこうしてたいね。ゆつき、何？うん、なんでもない。なによ、気になる。好きだよって言いたかっただけ。私も